今日の朝ごはんはブロッコリー9キロカロリー、納豆86キロカロリー、卵黄67キロカロリー、ソイプロテイン牛乳120キロカロリー、シャインマスカット25キロカロリーです。あとはアナバイトマルチビタミンです。お昼ご飯はお好み焼きチーズ1/4、お好み焼きネギ1/4、344キロカロリー、かぼちゃの煮物32キロカロリー、ごぼうの天ぷら、天ぷらかなこれ、まあ50キロカロリー、みょうがと切り干し大根の酢物20キロカロリーぐらいかな。今日の晩ご飯が海鮮ちらし310キロカロリー、おから35キロカロリー、切り干し大根の酢物35キロカロリー、ポークソテー58キロカロリー、イノシシ薄いやね64キロカロリー。今日の合計がだいたい1300キロカロリーぐらい。朝食がちょっとカロリーが少なめだけど、まあだいたいこんな感じいいのかなと思ってます。それじゃあ今日もありがとうございました。明日は何を食べようかな。バイバーイ。